皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。奥が暗い家。7年くらい前に婚約をして、彼と2人で暮らしていた新居での出来事です。その物件は、なかなか物件が決まらず、何軒も不動産屋さんを回っていた中、私が異常なまでに執着し、どうしてもここがいいと言い張った物件でした。無事に引っ越しも済ませ、生活を始めたのですが、2、3日経つと、彼の態度が突然変わり始めたのです。職場への送り迎えをしてくれていたのですが、それもしなくなり、帰りも夕方には家にいたのが23時以降になり、会話もなくなり、私との時間を避けるようになりました。私は一人で悩むことが多くなり、家にいることが増えました。そんな時に気づいたのです。階段を上り下りする足音と人感センサーの誤作動、鼻をつくような異臭に。異臭は排水口かなと思い、毎日掃除しましたが、消えることはありませんでした。しかし、彼に異臭の話をしても、全然匂いなんかしないよ、と気づいていないようでした。納得がいかず、友人も呼んで確認してもらいましたが、皆、全然匂いなんかしないよ、気にしすぎじゃない?と言うばかりでした。こんなに臭いのに、と思いながら日々生活していたのですが、突然私を避けていた彼が、今日は俺が晩ご飯作るよ、とキッチンに立ち料理を始めました。いきなりどうしたんだろう、と料理を作っている彼の後ろ姿をボケーっと見ていたんです。すると彼の足元に白い膝から下のか細い足が歩いているのです。その白い足は彼の周りを何歩か歩いて消えました。私は小さい頃からオカルト好きではありますが、霊感はないと思っています。初めてはっきり見えたのでびっくりしましたが、不思議と怖さは全くありませんでした。え、足?女の人の足だ。とても冷静でした。その後は一度も白い足を見ることはありませんでした。足音と異臭は毎日続いていたのですが、不思議とこちらも怖さを感じることはありませんでした。そんな日々が何ヶ月か続いて、結局彼とは婚約破棄となり、家を出て実家に帰ることになりました。友人が集まって引っ越し作業を手伝ってくれたのですが、 A 君は玄関先で突然嘔吐し、すいません、よくわかんないんですけど家の中入れませんと言い出し、 B 君は何この家、玄関から奥の部屋真っ暗で見えないよ、すごい息苦しい、と言ってきました。家の中には私しか入れず、玄関に私が荷物を運び、友人が外で受け取った荷物を車に積むという流れで行うことになり、丸一日かかってしまいましたが、引っ越し作業も終わり、彼とはそれっきり連絡も途絶え、お別れしました。あの家は一体何だったんだろうと不思議で仕方ありません。この話には後日談があります。彼と別れた後2年ぐらいが経った時、
C さんというかなり強い力を持つ方と知り合い、私の運気が上がらない状態にあるのが気になると言われました。ある日、こんなところに住んでたことない?と間取りを言われ、それがあの彼と住んでいた家の間取りでした。それにもびっくりしたのですが、足音とか大変だったね、と言われた後、でも怖くなかったでしょ?と笑顔で言われたのです。後日談の信憑性が高い理由が、C さんは人が色で見えたり、過去がビジョンで見えたり、霊体験もたくさんある方で、払うこともでき、数々の的中を目の当たりにしているので、本当だと思います。C さんは、この力は仕事としたくない、と言い、知り合いだけ見たりしています。オカルトラジオの話をしたら、俺の体験も投稿してみる?と言われたので、またお話を聞いてもらえると嬉しいです。脱線してすいません。ちょっと長くなってしまったので、C さんに言われたあの家での後日談は、また後日投稿させていただきますね。DHC オカルトラジオ、木村です。ケスケです。今日はこの二人で、はい、本当にあった怖い話、はい、久しぶりのお二人ですね。やっていきましょう、はい、久しぶりですねよろしくお願いします。お願いします奥の暗い部屋、奥が暗い部屋家です。奥が暗い家はいかなさんからの投稿です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃいい話じゃないですか。そうだよね、なんか、うん、不思議な話、なんか特に怖いっていう気持ちはなかったみたいな、うん、はい、そんな感じじゃない。うん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 、なんかこれどうしてもここに住みたいってその女の人が言うじゃないですか、うん、かなさんが言って、うん、住み出すんですけど、うん、でそこから霊障みたいな、うんのが聞こえたりとかしても、うん、気にならなかったって。気にならなかった。まあまあその音とかってまあ慣れたりするし、うん、わかるかなとは思うんですけど、うん、あの悪臭がするって。悪臭ね、うん、悪臭は何だったのか全然気にならんことないと思うのに、うん、そこに居続ける、それもすらも居心地がいいって感じるみたいな、うんうんうん、そうだね、に見られてるのかなっていうのをちょっと思いましたね。あるね。でなんかこの彼氏さんの言動が俺すげえなんていうんですか、浮気しとる時の男のあれに似とるなというか、うん、まあ同棲も始まって、うんうんうん、この二人の付き合いに慣れてきて、はい、今まで頑張ってたことをやらなくなる、うん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 、みたいなところでこうちょっと男の悪さというか、うん、釣った魚に餌やらないみたいなね。それです。おー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 、で嫌な男だなこいつってちょっと思いましたもん。あ、まあそう、いや急だなと思って、その 2,3 日したらみたいな話だったじゃない、うん、だからまああれですよ、付き合ってる間はそれができてたんだけど、うん、本性はそういうのを しないタイプの男で、あ、はいはいはい、実は同棲始まったから急に態度が変わるみたいな、うん、結構俺のね友達周りでも結婚して同棲したらどうこうでみたいな、いるんすか、変わったみたいな話よく聞きますもん。へえ、まあ、それは女の子の方から。そう、女の子の方から。へえ、まあ、飲食店のお客さんとこう喋りながら働いたりも結構するじゃないですか、うん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 、お酒の場なんで、うん、その時に結構そういう愚痴を聞いたりとか。そうなんだ。だから絶対浮気しとるみたいな。ああ、なるほどね、うん、あ、絶対お客さんがそうやって言うわけだ。はい、でその浮気するやつに限って、うん、まあ若干の自分に非ができるから、うん、罪悪感から、うんうん、その日だけ優しくなるとか、お、はい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 、その何かした日だけ、うん、だからすげえ分かりやすいみたいなの。そうそう、その何かした日だけ。そう、何かした日言っちゃえば、うん、人によっては合ってるだけだからって落とし込めるやつもいるじゃないですか。ああ、そうか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 。それで何かしちゃうと、うんうん、
あ黙ってしちゃったっていうのが露骨に出るやつがおるっって。何か何かいやはっきり言えないでしょなんか言わそうとしてきましたけど罪悪感がねそうそうでこう優しくなるみたいなのをよく聞くから、うん、完全にそのパターンだなって思って、うんうんうん、でその足もう女の足だみたいな、うん、そんな感じ、白い足だって言ってるじゃないですか、うん、だから俺そのそこにいる霊が、うん、と恋をするみたいな、おお、はい、なパターンなのかなってちょっと思いましたね。それは面白いね。でその足もまとわりつくようにこう、あ、そんな感じだったね。で彼のところに行っとるみたいな感じだったから、うん、そのなんていうんですか、霊と人間、彼がみたいな。それすげえね。うん、ですげえ嫌な女の霊で、うん、それを本命というかなかなさんに、うん、見せつけたいもんで、あーちょっとチラッと出てきたみたいな。そうそうそう、だしこの家からは出したくないと。はい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 、こっから出てっちゃうと私と共に、あ、私とその彼も離れちゃうから。うん、そうだね、うん、はー、そういうってちょっと思ったっす。だからその不倫相手が霊だったみたいなっていう、それすごいね。すごいですよね。それすごいだったらだったらすごいねそうなったら、あ、家にあんまり帰っ遅くに帰ってくるみたいな話じゃなかったっけ。あ、そうか、うん、夕方には家にいたのが23時以降になりみたいな。あ、遅くなっ、もしそこの例とっていうんだったら家に早く帰りたい、早く帰りたいよね。うん、あ、でも、うん、近くに嫁がいるから、うんうんうん、バレないようにしないといけないと。おう、だし本当はその霊と一緒にいたいのに嫁が邪魔だみたいな感覚になって、嫁がすぐ寝るまでちょっと帰るのやめようとか。あ、なるほどなるほどなるほど、そういうことか。その一緒にいる時間をなるべく少なくすると。少なくする、で寝てから お化けと お楽しみになると。お楽しみ、なるほどね。でその日彼が急に料理作るよみたいな、うん、あったのはこうカモフラージュみたいな、うん、まあそう、なんていうんですか、分かりやすい男ってやっぱり浅はかじゃないですか、うんうんうん、でこの女の霊も浅はかなタイプ、うん、どっちも、はい、だからちょっとぐらい優しくせんとバレちゃうよみたいな。あー、なるほどね。やりとりがあったら、もうやっとくやっとくとか、でいきなり料理をしだしたしだしたとか。あー、そういうことか。まあ浅はかすぎますけどね。うん、でもそのあれだね、今日は俺が晩ご飯を作るよって言った日は、はい、してるね。してますね。してる。絶対に。こう若干の罪悪感を和まそうと、はい、ね。何かを。うん、セックスを。言っちゃダメなんですね。まあまあでもそれはね、捉え方の問題ですからね。あ、そうね。うん、そう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 。言っちゃったよ。言わずにやってこうとしてたのに言いたかったんですねこのじゃあ C さんの登場があるじゃないですか、話の後に。はい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 、はい、C さんの多分霊能力がある方なんでしょう、この方は。はい、こんなとこに住んでたことないとか、うんうん、足音大変だったねみたいな、うん、この人の C さんはそれだね、そのこんなとこに住んでたんじゃないかとか、足音とかなん大変だったねっていうことを言われた、うん、はい、直接その人はそれで終わってるね。だからその C さんが見に来てその場所を見たっていうよりかは、うん、力があってそれを言い当てられたって感じですよね。っていう、そうだね、それでまあちょっとびっくりしたっていうことだね、うんうん、なんかその、うん、俺が今の説をパッて思った時に、うん、腑に落ちないのはなんで彼女の方から、うん、かなさんの方からここがいいって言ってそこの場所に居続けたのかが、あー、そうだよね、うん、不気味なあれだもんね、うん、その足音もそうだし匂いもそうだし、はい、だって自分には得するところ一個もないじゃないですか。ないもんね。だからどっちかちょっと出たい、うんうん、出たいはずなのに、なんでそこに居続けたのかってことだよね。はい、なるほど。でそのかなさんは大丈夫なのに、うん、引っ越しの時の A さん、うん、B さん、あ、そうそう、 A さん B さんは入るのもできんできんかったね。なんか霊
感、なんか普段霊感ある人みたいな言い方してないもんね、うん、本当に友達の A 君 B 君みたいな、うん、2人とも無理ですみたいな、ね、無理ですって言って感じだもんね。で奥がすごい暗い、そう、そのワードもなんかちょっと怖いし、怖いよね、怖い怖い怖い、だからそこに普段いる場所なのかなっていう、そこに普段いるその女の霊が、女、あ、まあそう、そういう感じだよね多分ね。だからそのもう別れた、え、この時はまだか、あーと別れてる、別れてます、別れてる別れてる、別れた旦那さんも、うん、なぜか今思えばそこによく行ってたとかなら、うん、ああそうね、そうね、デートの何かがあったのは、うん、こう立証できるというか。あでも玄関 A は突然玄関先で突然嘔吐し、はい、すいませんよく分かんないですけど、 B 君は何この家、玄関から奥の部屋真っ暗で見えないよってことは、もう本当玄関だけしか、ああそうか、うん、入れないというか、玄関だともう見えないみたいな。ああそうかそうか、そういう感じなんだよね。どんな家だよね、うん、すげえよね。なんかそこに居心地の良さを感じてしまったっていうのが、うん、その例と何かリンクしちゃったみたいなことがあるかもしれないですね。ケイスケさん、はい、実はこの話、はい、このパターン後日談がありまして、素晴らしい、後日談の後日談ですよ。はいはいはい、さっき後日談ですもんね。そう、はいはいはい、そうあります。はい、これいただいたんで、はい、木村さん、ともさん、けいすけさん、こんばんは。以前、新居で白い足を見た話を投稿させていただきました、かなです。本日は後日談を投稿させていただきます。後日談の後日談ですね、これはね、はい、不思議な体験をした2年後ぐらいにかなり強い力を持った M さんという方に出会い、あなたの運気が上がらないのが気になってるんだけど、ちょっと見させてもらうねと言われました。こちらから何か情報を提供した方がいいのかななどと考えていると、何日か経って M さんから連絡があり、こんな間取りの部屋に住んだことない、住んでたことないと言われ、話された間取りがあの不思議な体験をした部屋と一致していました。その後も一人の時に限って階段で足音が毎日聞こえたり大変だったねなど話を してもいないのに、当時の私の体験を語り始めました。私はそうだねとしか言えなかったほど一致していたので、そちらの方が怖かったくらいです。 M さんが言うには、私が怖がりなくせに全く恐怖を感じなかったのは、その白い足や足音を立てていたのは、その家で過去に付き合っていた男性の不貞行為が原因で別れ亡くなった女性の霊で、私と彼が物件を見に行った時に自分と同じことにならないようにしたくて私を呼んだというのです。私を守りたかったと。 M さんからこの物件に異様に住みたいと、ここじゃなきゃダメだと思わなかったと聞かれ、全くその通りでした。他にも何件か見ていて良いと思った物件はあったんですが、その物件に異常に執着していた理由もそういうことだったのかと納得しました。別れは彼の不貞行為が原因だったので、理由も女性の霊と同じだとびっくりしました。女性の霊と私は関わりはないみたいなので、知らない人霊に人生を救ってもらったと思うと、これもまた不思議で仕方がないですが、とても感謝しています。理由が分かり、いろいろな現象に納得し感謝し、運気も変化しているようです。前回の投稿も今回の投稿も文才がなくて、読みにくいものになってしまい申し訳ございませんでした。今後も配信楽しみにしておりますという。ほー、そういう、すごい、そんな後日談が、さっきのケイスケの腑に落ちてなかったところ、はい、もうバッチリこれで、はい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 、だからやっぱ自分と同じ境遇の霊みたいな、で自分と同じようにならないように、う、うん、はあ、教えてくれてた、うん、でもこれって、うん、このカナさんがいいように解釈するとそうですけど、うん、裏を返すとっていうか、まあ、思うんですけど、まずその女の霊の人がなんでその場所なのってまずなるじゃないですか。女の霊 がそのカナさんを守ろうとして、うん、この賃貸に呼び込んだっていう、はい、のだったら、そうそう、なんでその場所なんですかっていう、そこで嫌なことがあったんじゃない、その霊 霊が同じように、はい、その過去にその霊になってるってことは死んでるってことでしょ。なるほど、俺今勘違いしたわ。あ、その
カナさんの彼が自分じゃない人と浮気 してて、ああはいはい、そうそうそうだよ、その彼のが原因で死んだ例だと思いました。ああそういうことか、はい、はい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 、あーなるほどね、うん、あ関係なんだっけな、知らない人に人生を助けてもらったと思うとみたいな感じだから、うん、そことは関係なく物件と関係がある、はい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 、その物件に過去男の人と住んでて、はい、で浮気されて、その女性はそれが原因で、まあ、まあ自分で命を絶ったのか何なのか分かんないけど、はい、それでこの家で一緒に彼と暮らしてた時に、まあ、思い入れがあるというか、はい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 、意味でそこに居ついた、で私と同じ思いをしてほしくないっていう、うん、まあ、大体さ2人暮らしとかの物件ってさ、うん、大体こう同棲するのに入ってきたりするじゃない、はい、ね、だから同じ境遇の人に私と同じ道をたどらないようにって教えてくれてた。なるほど、うん、でもめちゃくちゃいい話ですね。いい話だよね、うん、でなんかその俺これが本当っぽいなって思うのが、うん、それがなんていうんですか、悪臭とか、うん、足音とかって、うん、体感する側は怖いマイナスのものじゃないですか。そうだね。なのにそれはちゃんとある。例えば同じ境遇になってあげならんようにしてあげたい、守りたいって思うなら、うんうん、その怖さをなくすためにここにいるように、はい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 、足音も彼にするというか、うん、嫌がらせ、わかる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 、うん、わかる、うん、し臭い匂いだってマイナスのもの、彼にね出てけみたいなね、うん、うん、わかるわそれってやりそうなもんじゃないですか、うん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 、でもそれを本人にね、カナさんにそういう現象を起こさせてるっていうところが何なんだろうなっていうね、うん、だからまあ怨霊なんでしょうね、その女の霊は。うん、まあ、そうだろうね、うん、振られてだもんね。怨霊としてのマイナス面は消せない、うん、みたいな。あ、消せない消せない、うん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 、からカナさんにこう守ってあげようとすると、うん、怨霊としてのマイナス面、匂いだったりとか、なるほどね、もう、まあ、プラスでついちゃうけど、うん、カナさんはそれも気にならない、うん、まあ、リンクはしてる、はいはい、はいはいはい、で他の人らは取り憑かれてないんで匂いもわからない、わかんないとみたいな。あ、そういうことか。うん、トモ君の、はい、オオサンショウウオみたいな霊が守護霊みたいについとるみたいな、はい、ああいうパターンで守護霊としているみたいな感じになってる、あ、その人についてるみたいなね、うん、足が彼のところにまとわりついてったのの理由がちょっと分かんないですよね。それ分かんないね。あれですかね、お前浮気してきただろうみたいなお前とか、そういうことか、うん、ちょっと おらついてるみたいなね、そうそうそう、お前今日優しくしとるけどお前なんかしてきただろうみたいなあ、なるほど、私は知ってんだよみたいなね。そう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 、そうじゃん。そこね、俺不思議だなと思って、はい、その霊が、うん、そこにいた霊が、はい、彼が浮気をしていることを知ってたっぽいじゃん、はい、なんか雰囲気ぽいぽいだよね、うん、なんでわかるのかなそれがって思ったじゃんね。まあ、その家についてるんだったら、はい、その家の中でそういう行為が行われてたんなら、うん、見てるからわかるけど、はい、そのよそで彼がね、彼がよそでそういう浮気とかしてるんだったら、うん、見に行かないとわかんないし、うん、家についてる例だったらなかなか見に行くっていう、うん、わざわざ出てかないような気もするんだよね。はい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 、うん、確かに となると霊感じゃないけど、うん、占いじゃないけど、はい、なんか霊の霊感よく分からんけどなんかビジョンが見えるとかさ、うんうんうん、あ、霊の中でも特殊能力が使えるみたいな、みたいな、うん、逆に死ねばそういう能力が使えるようになるのかなみたいな確かに生きてる人間の時は、うん、できなかった、できなかった、なんでできなかったかって分かると、結局彼が浮気してたっていうのが原因で、うん、命を失ってるってことは、うん、分かってたらそんな彼とは付き合わないじゃん、うん、生きてる時はその能力はなかったけど、うん、死ぬとその能力が身につくっていうことじゃない。あれだ、亡くなった時に自分の一番なりたい姿になれるみたいな説あるじゃないですか、うん、あるみたいなので、当時足りなかったものを身につけれるみたいな、あープラスアルファ、プラスアルファ、あーそうか、そういうことか、うん、だったらなんとなく分かるんですけど、うん、で現世で力なかったのに霊になっても力、霊になった途端、うん、その特殊能力が身につくって、なんかすごい不思議というか、そうだよね、うん、違和感になる。そう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 なんだよね。僕思ったのは、はい、俺最初
この家に2人で来るじゃないですか。来る。で俺幽霊は死ぬ前と同じだと思うんですよ、人も、うんうんうん、人格というか、はいはいはい、癖だったりとか、はいはい、で最初、うん、そこに来た彼に恋をして、はい、その女の霊が、はい、で絶対ここに住ませたい、うん、っていうのを、うん、じゃあその彼女が、うん、かなさんがね、はい、ここやだって言ったら、うん、一緒にいられないから、うん、まずかなさんにここ居心地いい場所だぞっていう風に植え付けるんですよ、はい、でじゃあここの場所に決めようってなってそこに来るじゃないですか、うん、で男はこういう後ほど分かるけどそういうろくでもないやつなんだけど、はい、うん、その亡くなったここにいる霊も、うん、そういうろくでもないやつを好きになっちゃうタイプの人、はい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 、だからこの霊としてもこの人に恋をしてるんですよ、うんうん、で住んでたらだから最初のうちはずっとカナさんに嫌がらせをして、はい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 、自分はその彼について回ってるんですよ、はいはい、ってなってる時に、うん、こいつが浮気してる現場も見ちゃうんですよ、はい、とはい、男についてるから、はいはい、ってなった時に自分が我に返って、うん、あの時と同じだってなって、うん、でカナさんを助けなきゃ、うん、私と同じ境遇で嫌がらせもしちゃったから、はい、みたいなので、うん、カナさんの味方になった。あー、なるほど。ってなればその彼が浮気してたシーンを目撃した後付けにもなるかなっていう。なるほどね。ちょっと思ったのは、はい、その霊が見える、M さん、さっき読んだ、はい、後日談の後日談に出てきた、はい、M さん、はい、が嘘ついてて、はい、実はケイスケの言った通り、はい、その部屋にいた霊はその男と、うん、一緒に暮らしたかった、うん、カナさんには嫌がらせのつもりで悪臭もするし、うん、足音もする、うん、出てってほしいから、うん、結局、まあ、浮気がバレて、はい、生身の人間との浮気がバレて、はい、結局カナさんが出てくことになるじゃない。はい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 。多分男はそこに住んでんだと思うんだよね。ああ、なるほどね、うん、うんうんうん、まあ、買っちゃってますもんね。ね、まあまあ、うん、賃貸が分かんないけどさ、うん、だったらその彼のことが気に入った霊の思惑通りになってるじゃない、はい、でもそれをカナさんに伝えるのはちょっと酷だから、うんうん、M さんがいや実はあの霊はあなたのことを守ろうとしてたんですよみたいな風に言って、はいはい、あんまり怖がらせないように前向きになるように、うんうん、話をした説。めっちゃありそう。俺それだったらちゃんと、うん、家の奥が暗い理由もなんとなく分かるね。分かる、他のやつを入れたくないみたいな。うん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 、分かる。それだそれだそれだ。カナさん嘘ついてます。嘘つかれてますね。嘘つかれてます、 M さん、うん、まあそれは優しい嘘ですよ。そう、優しい嘘、うん、そう、優しい嘘なんですよ、うん、そうなんですよ。結果その霊のおかげで嫌な男とも離れれたし、うんうんうん、カナさんは今の方が絶対幸せなはず、うん、ね、前向きにもなれたしね、うん、そう。でも嘘つかれて、嘘つかれてる、そう、本当は追い出されたっすね、追い出された、そう、うんうん、今ではその霊と男の人は仲良く やってる、うん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 、でこれじゃもう今は音信不通というか、音信不通です、だから分かんないけど、分かんない、調べたら、うん、未だに独身で、うん、その家に住んでるみたいな、そう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 、ありそう、なんか体育座りしてね、ありそう、一人でもそもそ喋ってるよね、そう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 。ありそう。そうなんですよ。そういう本当にちゃんとした能力がある人、うん、霊能力みたいな、はい、ある人はやっぱり怖がらせまいとするし、うんうん、それのなんか見えたことによってそれがここに相談に来たことによって物事がプラスになるように、うん、言ってくれるんですよね、はい、うん、これは木村さんよく唱えてますよね。そうそうそう、なんそうなんですよ。そんなこと言うかなってなりますよね。そうそうそう、ただただ怖がらせるような、うん、だから、うん、そういうこともありえるなと、うんうん、だから M さんの力も本物で、本物だよ、本物で、ちゃんとそうやって、うん、あ、怖がらせずにちゃんと前向きにさせるっていう意味でも、はい、本物の霊能者としての、うん、なんだろう、人格もあるし、はい、うん、本当に霊も見えるしっていう素晴らしい方だと思うけど、うん、そう、いや M さんに救われた話だ。そうそうそうなんですよ、うん、そうなんですよ、うん、そこなんですよね、そこだ、そういうことなんですよ。ちょっとこれ今回話もいいし考察も良くなかったっすか。
最後にどんでん返しが来たみたいな。来ました。来ました。一本の映画を見るような。見た。俺これ友達とかにこの回マジで聞いてる。俺レビューできる。そうだね、うん。うん。真面目に考察できたね。できたっすね。多分これで今改めて、うん。もう一回朗読を聞くと、うんうん、最初感じたのと全然違う。ああ、なるほどね、うん。シックスセンスみたいじゃん。二度楽しめるやつですよ。すげえじゃん。ね、すごい。神回ですね。神回ですね。うん、あの、うん、サムネに入れましょう。神回。神回って。期待してきたら普通じゃねえかそう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 。セックスみたいな。言っちゃってたわ。言っちゃってたセックスとか。ダメだな。うん、ダメですね。ダメですね。話は良かったですね。良かったけどね、うん。僕たちがダメでした。はい、ダメでしたね。はい、という感じで。はい。はい。かなさん、うん、投稿ありがとうございます、はい。ありがとうございました。じゃあ次の話行ってみましょう。はい。はい、おばあちゃん怒ってる。もう16年以上前ですが、娘が生まれて6ヶ月の時に引っ越した家で、娘がずっと寝室でおばあちゃんがいてると言うんです。おばあちゃんがニコニコ笑っていると。実家の母が来た時も、お家におばあちゃんがいてるのって、家族で夜出かけた時も、おばあちゃん一緒に来てるよって。私もいろいろ見てきたので、やっぱり子供は見るんだなとだけ思っていました。ある日娘に、ママ見て、おばあちゃん怒ってると言われました。なんでと聞きましたが、わからない。すごい顔して、おばあちゃんが怒ってるとしか言われなかったんです。それからですが、金縛りにあって足を引っ張られ、引きずり回される感覚をしたり、起きたら足首だけで革靴の人が歩いていたり、見るようになりました。2階に住んでいる家族にも、娘と同じ年の女の子がいて、そこはおじいちゃんがいていると言うてたみたいです。調べたら大家さんのご実家だったみたいで、亡くなったのでマンションにしたみたいです。それはいいのですが、一日だけおばあちゃん怒っていたのは何だったのでしょうか。もう引っ越ししてしまったし、娘も大きくなってしまって聞いても覚えていないそうですが、今の家でも娘は男女の会話を聞いたり、家鳴りや壁のきしむ音で会話したりしているみたいです。はい、というわけでダメだ。これはダメ。これはダメだ。タイトルコールができない。そうなんですよ。タイトルコールが。でもこれ、これを撮る前に何があったか話してから、これ笑っちゃったのすいませんって始めないと、永遠に撮り直しになるんです。本当だよ。一応そのテイクも撮っときますか。うまくいったら、うん、そのうまくいった方でいって、いけばいいし、うん、なかったらこれで、この、今回おばあちゃん怒ってるっていうタイトルの話を
2話目やるってなった時に、うん、タイトル長めですけど大丈夫ですかって僕聞いたんですよ、うん、そのタイトルが長いと中に入りきらなかったりするから、うん、これ長いけど大丈夫ですかって聞いたのを俺忘れてて、木村さんもメールかなんかを返しながらね、うん、そう、その俺の話を聞いてて、うん、でそこから結構経ってから、うん、話を読み終わってケイスケ長いけどいいっすかって言ったけど全然長くねえじゃんって、うん、木村さんはケイスケがそうやって言ったけど、うん、話が長いと思って、うん、読んだら短かったっていうふうに俺に伝えて、そうそうそう、俺 は何の話ってなってますよ、うん、言ってないよとか言ってた俺話長えなんて一言も言ってねえぞってなってで俺あ言ったわってなって、あの違う木村さん話じゃなくて、うん、タイトルが長いもんで大丈夫ですかって聞いたんすよってなったら、ああよかったよかったってなって俺がもう木村さんボケちゃったのかと思ってって一言言ったら木村さんも怒ってるよっていきなりすごいテンションで言うから俺その時にハッってなった。そこまでを踏まえてもうずっとなんかねじわじわ笑えてじわじわねいいの撮りましょうってなってタイトルコール言おうとすると木村さんは怒ってるが出てくるもんで言えんかったそうだって一回あのちゃんとしたテイクも撮ってみますそうそうですね、はい、ちゃんとしたテイクも撮ってみましょうか。はい、じゃあいきますよ。はい、というわけでおばあちゃんを怒っているというおじいちゃん笑ってるよ。ダメだわダメだわ、やっぱりダメですね。俺急に車内熱くなってるんですけど、そうそうそうダメだわこれもう 出だしからこの調子大丈夫かな。いや本当にね、匿名さんだからまだなんかさ、はい、ちょっと罪悪感薄いけどさこれがねせっかく送ってくれたのにさこれちょっと、いや僕の私の話だってなって、うん、考察楽しみに蓋開けたら、うん、二人で大爆笑ずっと笑ってるっていうねひどい回ですよ本当に。考察していきましょうか。いきましょう、はい、本当にこれは、まあ、16年以上前の 前の話、まあ、この匿名さんは現在17歳とか、そうだね、娘さんが、娘さんだもんね、娘さんが17歳ぐらいだ、うん、木村さんのストライクゾーンということ、そうそうですね、はい、まあ、ちょうどいいですよね。ちょうどいいですね、うん、ちょうどいい。男ありがとうございます、うん、はい、はい、いや、まあ結果多分その見てた娘が見てたおばあちゃんは、うん、大家さんの家族ってことですよね。そうの大家さんが老夫婦が住んでて、うん、そのおばあちゃんじゃないのかなみたいな感じだよね。で2階その上の階はおじいちゃんがいたみたいな、だからそのおばあちゃんとおじいちゃんの、うん、夫婦一緒にはいないんですね。そこだよね、うん、そこを思った。その元々の家が、はい、なんか何階建てで2階3階建てとかで、うんうん、それぞれの部屋がそこだったのかなみたいな、うん、は思ったね。確かに僕自分のおじいちゃんおばあちゃん、はい、おじいちゃんは僕一人も会ったことないんですよ。もう亡くなっちゃった。そう、亡くなっちゃってて。あ、そうなんだね。でおばあちゃんはどっちもいる状態なんで、うん、おじいちゃんとおばあちゃんがどういう感じでいるかとかあんまり分かんなくて。ああ、なるほど。そう、常におばあちゃん一人みたいな感じなんで。そうだから、あの老夫婦ってなったら一緒にいないのかなってちょっと気になったところ。なるほどね。あれだね、なんか独特の考察だね。そうですね、うん、2人だったら一緒におってもいいのになっていう。確かにそれは思うね、うん、バラバラ、まあ、そうじゃないのかなっていう見解なんで。まあそうそうだね、分かんないよね、うん、実際にそうかは分かんないけど、うん、これ結構怖いっすよね。自分の娘とかが、うん、おばあちゃんを笑ってるとかって、うん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 、なんか笑ってるの時はまあ大丈夫かな、害ないかなって思うけど、うん、急に怒ってるっていう、うん、その時だけ金縛りとか会うみたいな、うん、何を伝えたかった、なんで怒ってたんだろうね、なんで、で別にその時だけじゃないですか、はい、その時だけですね。それ分かんないよね。その幽霊にも感情があるのかっていうとこだよね、うん、そうですね。まあ結構、うん、俺これ最初読んだ時、うん、自分のおばあちゃんとかだと思ったんですよ。ああ、はいはいはい、はい、が怒っとる、そういう話ちょいちょいあるじゃないですか。あるあるある、で
気づいて、あ、思えばお墓参りに行ってなかったみたいなね、あるよ、あるある、うん、そっち系の話なのかなと思って読んでたんですよ。そしたら全然知らない知らないおばあちゃんだったっていうね、うん、まあ、いつも通り生活してて何か怒らせるようなことをその時に限ってしちゃったみたいなことなのか。そうだねそうだね、うん、そういうなんか踏んじゃいかんとこ踏んじゃったとかさ、うん、とも思ったんですけど、うん、そのおばあちゃんが怒った時だけ霊現象が起きるじゃないですか、うん、どちらかというとなんか変なものを追っ払ってるみたいな、そう連れてきちゃったから、うんうん、それに対しておばあちゃんが怒ってるみたいな。あ、なるほど。で結果その日に払ってくれたから、うんうんうん、その日だけ、おばあちゃんがそれで払ってくれたみたいな、くれたみたいな。あ、そういうことか、うん、それはなんか説明つくね。つきますよね、確かに、うん、知らない間に家の中に招き入れちゃった霊、うん、それが悪いもので、うんうん、おばあちゃんがそれを退治してくれた、退治してくれたっていう、うん、そうか、なんか最後の悪あがきみたいな感じで金縛りみたいな、うん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 、起こしたけどみたいなね。そうか、そう、悪い霊を払ってくれ、それいいね、ね、いいっすよね、それいい。だから結果、うん、その害のあるものじゃないっていう、ないっていうね。でそれの、2人、おじいちゃんおばあちゃんどっちも最初は一緒にいたんだけど、うん、これ2人でおったら、うん、この部屋しか守れんぞってなって、おーおー、なるほど、おじいちゃんちょっと上の子たちを守ってあげてって言って、おじいちゃんは上担当、担当生団体だね、はい、会の担当だ、うん、ありえるね、うん、そう、なんか僕結構霊能力者さんとかに見てもらったりすると、うん、守護霊が怒ってるとか、はいはい、そう僕言われたんですよ、うん、すごい強い先祖のおじいちゃんおばあちゃんがついてると、うん、はい、2人ついてるんですって、うん、でどっちも強くて、そのおかげで僕が心霊スポットとか行っても、うん、害なく今まで来れたんです、はい、2人が守ってくれたからだよっつって、うん、でもおじいちゃんの方はどんだけ守っても、うん、こいつそういうとこ行くから、うん、もう見放すっつって、うんうんうん、でおばあさんももういいよこんなやつって言ってると。お、だけどおばあさんは私らがおらんくなったらこの子死んじゃうから、おうおうおう、まだ離れれんって言って、うん、追ってくれとると。しぶしぶおじいちゃんもいるんだ。そうです。おお、だけどおじいさんは別に何ももういい、ほっとけほっとけみたいな。ああ、いい、そういう気持ちなんだね、うん、いくら助けても足りんで、うん、だけどおばあさんが助けてくれてるみたいな、うん、だから感謝しなさいよみたいな、うん、言われたんですけど、うん、そう、怒ってるってことはなんか僕が何かやったからじゃないですか、うんうん、このお話の場合はそこの描写がないんで、うん、その例えば匿名さんが、うん、心霊スポットによく行くだとか、あ、まあ、僕とかトモ君みたいなことをする人なのかどうかも分かんないから、うん、その日だけおばあちゃんが怒って、おばあちゃんが怒ったから嫌がらせみたいなので、うん、その金縛りとかをさせるのかなっていうのがまず最初に疑問に思ったですね。うん、ってなったら、あ、でもこっちの方が説明つくし、うん、いい話になるなっていうのがさっきの説ですね。あ、なるほどね、うん、守ってくれたというか、うん、うん、そうだね。でもマンションだよね確か。はい、マンションです、ね。マンションだね。その部屋だけなのか、そのフロア全体的におばあちゃんいるのかとかさ。ああ、確かに。うん、まあそんな隣の人と仲良くなかったらそんな話もあんましないと思うからさ。うん、まあたまたま上の階の人とはなんか友達だったから、うん、多分話は聞けたと思うけど、結構大変じゃないおばあちゃん。いや大変ですね、あのワンフロア担当だったら、うん、いやめちゃくちゃ大変ですよ。大変だよね、うん、まあ大家さんとして、うん、この土地を守らないとみたいな、はいはい、その何ですか、そこに住んでる人の守護霊ってよりかは、うん、この場所の守護霊、うんうんうん、土地の守護霊、うん、でまあ大変だけど全部屋見て回ってるというか、うんうん、管理人さんじゃん。はい、そうです、うんうん、でおじいちゃんと手分けして、うん、あんた今日上なっつって、はいはいはい、あ、私下半分やるわ、うん、おじいちゃん上半分よろしくねっていう感じで担当分けしてやるみたいな。だからこのマンションはずっとそういう悪いものが来てもすぐ追い払ってもらえるみたいな。素晴らしい、うん、そういう感じか、うん、ただそこに住んで守ってもらうと、うん、その霊との関与が多いわけじゃないですか。そうだね。だから、うん、そのこの娘さん霊感あるじゃないですか、うん、あるある今でもあるもんね。今でもある。そのおばあさんたちに守ってもらう、その霊に守ってもらうってことで、うん、霊と触れる機会が増えて、うん、その霊感が
霊感体質に磨かれたみたいな、そうなりやすいというか、なんかでもそれもトトロじゃないですけど、うん、子供の時にだけ見えるみたいな、うんうんうん、大人になるとそれはもう見えないけど、このマンションに住むと守ってもらえて安全なんだけど、我が子は特殊な力を手に入れる可能性がある、うん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 、今でも住んで、あ、引っ越してしまったからね、うんうん、そうか、で場所も変わったけど娘はその幼い頃の、はい、名残というか、うんうん、それで見えるってことだ、うん、男女の会話が聞こえたり家なりとか壁のきしみで会話してたりする、すごいすごいよね、結構すごいよね、うんうん、だから俺この話聞いた後だとか、うん、家で家なりっていうかキシキシってなってたら、うん、まあ何回かなったら、あ、会話してんだって思っちゃう気がする、ああ、それあれ家なり同士が会話してるってこと、はい、あ、そういうことか、俺娘と家が会話してるかと思った、なるほど、うん、俺はその霊同士がその音で君で会話してるっていうね、うん、かと思ったんですね、ああ、そうかそうか、どっちとも取れるね、うん、どっちとも取れる、うん、どっちなんだろう、私も結構その投稿者の匿名さんも、はいはい、なんか私も見える人だったんでみたいなこと書いてあったよね、私もいろいろ見てきたのでやっぱり子供は見るんだなとだけ思ってましたってことは、うん、匿名さんも自身も、まあ、昔見えたのかみたいな、そういう感じだよね、で、まあ、その遺伝したのかなみたいな感じだもんね、うんうんうん、あ、じゃあ別にこの家に住んだから霊感がつくってよりかは、うん、なんかお母さん譲りなのかなともちょっと思ったけどね、だからこの匿名さんと娘さんにはそういう体験があったけど、うん、例えば僕らみたいに霊感ない人も無意識にこうやって守られてたりするっていうこともありそうですね、ありそうだね、うん、それこそだ、それこそだって圭介さんって言われたんでしょ、はい、言われましたね、その守護霊が先祖の、ご先祖様が守ってるよみたいなさ、うん、その土地を守る霊、そうだね、そんな感じはするね、まあ、あれだよね、感謝をしなさいよって言われたんでしょ、圭介は、言われたっす、それは見えないから自分が特に何かなんか不幸があるわけじゃなく、うん、何気なく普通に過ごせてる日、うん、それは守護霊によってそういう日が過ごせてるのであって、うん、その人の守護霊の働きっぷり、うんうん、働きっぷり見えないじゃないですか、はい、見えないです ね、だけどあなたが過ごしてる何気ない一日も守護霊の導きによって、守護霊の働きによって、宗教生かされてんだよ、うん、だから感謝を忘れないように常にご先祖様には感謝の気持ちを忘れないように、もう分かったっす分かったっす俺の宗教っていうツッコミで終わるのかなと思ったら全然しつこさが本物だったっすだから感謝していこうよっていうね、うんうんうん、当たり前が当たり前じゃねえぞっていう、そう、そういうことなんですよ、そう、それが言いたかったんですよ本当にだから常に感謝の気持ちを忘れずにね、はい、生きてこうっていう、うんうんうん、まあでもこの実感ができないから、そうそう、しにくいんですよね、しにくいよね、うん、ほんとそう、そう、例えば今コロナになって自粛で外出れないってなった時に、うんうん、当たり前が当たり前じゃなくなったから、うん、あの時間が恋しくなるし、もうそうだそうだ、うん、ほんとそうだ、その日々がありがたいって思えたけど、そう、仕事がなくなって、うん、家にいることが多くなって、うん、仕事があったからこそ収入があって、うん、ああいう生活が遅れてたんだなと、うん、仕事がなくなったらもうなんかやることねえぞみたいなうんうん、うんうん、宗教じゃないよ、うん、びっくりしたどっちなのかなと思って準備はしてたんですけどそう、だって日常がね、はい、うんうん、でやっと気づける、気づける、そう、うん、そう、何かあってからじゃないと、うん、やっぱ気づけないことあるよね、そうなんですね、まあそれがね、うん、愚かなところというか人間のさ、うん、それも当時は言われてたわけじゃないですか、うん、その当たり前は当たり前じゃないぞっていう人もいるし、うんうん、ありがたく思えよって言ってくれてたのに、うん、その時はそんなの聞き流してたじゃないですか、あ、そうそうそうだね、そう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 だよ、うん、
そうだからこの例えば僕が守護霊に感謝しなさいって言われても、うん、今現時点では、うん、なんていうの素直に飲み込めないというか、いやいやそんなんとでも言えるじゃんって思っちゃうし、そうだね、そうだそうだ、うん、でこれで何か起きてからやっと気づけるんですよ、うん、あ おばあちゃんおじいちゃんすげえ守ってくれてたなって、うん、ってならないようにもう今からがっつり思うようにします。 ありがとうねって、はい、そうそうだよ。今まではなんかふんわり、まあ、そういった思っとかんとなぐらいのことは思ってますけど、うん、なんちゃんと感謝はしてないというか、うんうんうん、実感してないから、うんうん、だからあんまり心霊スポットとか行かない方がいいんじゃない。そうなんですよね、もうおじいちゃんも愛想尽かしちゃうしさ、うさらにでも行っちゃうな。行っちゃうの。行っちゃうっすね。行っちゃうか。それはあれじゃない、もう俺はもうお前一筋だって、もうもう他の女に目もくれないって言うのに、はい、他の女と寝ちゃう男の一緒じゃないそれと。俺1話目の話に繋がってきますね。それと一緒じゃない、うん、そうですね。口では何とでもさ、はい、言えるけど、そこで本当に感謝してるんだったら、うん、あの心霊スポットには行かなくなるんじゃないかなって、はい。でもやっぱそれで感謝してやめるっていうのも一つの手なんですけど、うん、感謝はしながら、うん、でも僕は行きたいんです、うんうん、どうしても浮気しちゃうんです、うん、でもあなたのことは一番です、あなたには感謝してます、うん、っていう手で、うん、何回も同じ過ち繰り返してたら、うん、相手の力量があったらもうしょうがねえなにならないかなっていう。ああ、なるほどね。あの相手のその度量に甘えるみたいなね。そう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 。なんか最近なんかそういう話聞いたことあるな。なんかケイスケの知り合いでなんかそういう話聞いたことあったぞ、そういえば。ありましたね。本当にね。俺はしょうがないやつ。どうしようもないやつってやっぱいるんですよね。いるんすよ。いるんすよ、どうしようもないやつって。まあね、いつか気づくんじゃない、やっぱそういう人も。そうですよ ね悪かったなとか、うーん、思うかな。一応思いはするんじゃないですか。あ、そうか、その時は。そうか、その時はね、うん、だってこれだって例えば今コロナのことがあって、うん、日頃の今までの当たり前がありがたいって感じてるけど、うん、これが明けてそれが日常になったらみんな忘れますよ。ああ、そうだね、うん、そうだそうだ、それはそうだ、はい、でもこう考える人だけは、あ、でもあの時のことがあるからって言って前向きに頑張れるきっかけになるし、うん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 、そう思わずまた同じことを繰り返す人は何て言うんですか、その失敗から学ぶじゃないですけど、うん、が何もなくただ日常に戻るだけ、まあ、学習がないというか、そうそう、人間力の差が出てくる、出てくるね、はい、出てくるわ、そりゃ出てくる。僕は後者ですね。本当に、はい、後者は学ばない方ですよ。あ、後者学ばない方か。後者学ばない方です。ほんでまたって言われて、言われてね、はい、で守護霊たちももうあってしょうがないなって言ってくれるのを、ね、守護霊、守護霊力に頼っちゃうやつだね。逆に折るうちに行った方がいいみたいなね。そうですね、うん、愛想つかされる前に、はい、つかされてなんか嫌なことあったらもう行かないし、多分ビビりだし、そうかそうか、うん、だから今のうちにたくさん行っとけって、ね、はい、あ、そうか、今しか撮れない動画を、どうそうだね、はい、うん、撮りたいです。そう、まあそうだね、あんまりでも迷惑もかけたくないでな、守護霊さんに。そうなんですよね、うん、でもこれ親孝行とかもそうなんですけど、あれ言う人によって全然その言葉の意味が変わってくるんですけど、うん、迷惑かけることも親孝行だっていう人いるじゃないですか。まあまあ、いる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 、わかるわかる、うん、まあまあ間違ってはないなと思うんですけど、うん、それの結果やってることがやばいと、お前その言葉に甘んじるなよってなりますけど、まあ、そうだね、そうだね、うん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 、俺がやってることってそれと一緒じゃないですか。それでも守護霊に言われて、うん、霊能力者さんにもそうやって言われて、うん、やめろって言われてるのに、うん、いや強いならいけるやんみたいな感じで、なるほど、ね、行くって、うんうん、それと一緒じゃないですか。一緒だね、そうだね、だからダメなんですよ、やめないと。ダメだね、はい、うん、ダメだよ。なので俺たちはもう心霊スポット行くのやめて、うん、そういうロケ、うん、ってなったら、うん、あ、でもトモ君は定期的に行かないといけないみたいな言ってたじゃないですか。そう言ってたね。だからトモ君と
大バガトキフィルムさんに行ってもらって、うん、あなるほどね、はい、それを俺らで考察しましょうよ。そしたらなんか友が2人おってややこしいわ間違えどっちかわからんわ。ああのアルファベットの方の友がみたいな多分俺らは、うん、木村さんが友、うん、俺が友くんがおからじの友です、うんうんうん、大間がトキフィルムの時はトモさんじゃない、うん、あ、そうかそうかそうか、はい、そうかそうだね。聞く方はややこしいですけどね。ややこしいね。そうちょっとあれ、そう、うっすら被ってるなと思いながらね。うん、まあ本当に大間がトキフィルムさんともね、うん、なんか一緒になんかできたら、うん、そうですよね。面白いですよね。ぜひやりたいですね。同じ三河地方で、はい、ね、お隣の蒲郡で。河原にも来てくれてますからね。いや本当本当本当。今じゃもうね背中が見えないぐらいのそうですね、うん、YouTuber になっちゃいましたけどね。すごい勢いで、うん、乗っかっていきましょう。乗っかっていきましょう。ぜひ大バガトキフィルムさんよろしくお願いしますはい、はい、ということでいいですかね、こんな感じで。そうですね、うんうんうん、はい、じゃあ途中を守ってくれてた例ということで。そうですね、はい、はい、ご投稿ありがとうございました。ありがとうございました。この話もし自分だったらありがとうございました。した長いけどいいですか、言ったわ。タイトル。ああ。よかったわ。よかった。よかったわ。木村さんがボケちゃったかと思って。木村さん怒ってるだわ。言いたかったっすね。言いたかった。言いたかったっすね。匿名さん。匿名さんですね、これは。はい。じゃあ、行ってますか？はい。ちょっと待ってください。木村さんが怒ってる。木村さん怒ってるな。引きずるね。じわじわ来たんですね。OK です。はい。じゃあ、行ってみますか。はい。ではまた後ほど。